この間の元っ子楽しかったね。うん。ね、次は山の方にも行ってみない？マジか、私も。うん、嫌じゃなかったらでいいんだけど。おお、わかった。ありがとう。それなら、ふもとキャンプ場かな。いいね。じゃあ、それで計画立てよっか。了解です。快晴。相変わらず開放感すげー。りんちゃん、それでは記念に一枚。撮りまーす。ふもとキャンプ場に来ました。開放感半端ないな。天気も良くて絶好のキャンプ日和やな。気持ちよさそうだね。お、あきちゃん、焚き火台貸してくれてありがとう。おー、いいってことよ。ところで、今日は何するん？とりあえず、のんびりして。あとは、富士山から昇る朝日が見たいな。おー、ええな。前は、リン寝てたんだっけ？あの時は日の出の時間早かったし。明日は一緒に見てくれるの？起きれたらね。じゃあ今日は早く寝よう。隣にいるんだから普通に会話しろよ、お前ら。確かに。今日も冷えるから二人とも気ぃつけてな。うん、ありがとう。焚き火で温まりながらまったりキャンプ楽しみます。明日の朝も晴れるかな。天気予報だと大丈夫そうだな。よかった。じゃあぼちぼち始めますか。りんちゃん、どうしたの？見て見て。お、いい感じ。私も後で撮ろうかな。キャンプ場来るとたくさん写真撮りたくなっちゃうよね。だな。写真撮るか。何撮ろうかな。富士山でかい。相変わらず大きいね。かっこいいな。西側から見る富士山は大沢崩れの見え方が違って新鮮だよな。そうなんだ。富士山の見え方にもいろいろあるんだね。アキ、やたら富士山の形詳しいよ。お、鳥。広い空飛んでる鳥って開放感あるよね。自由そうだもんな。もし私たちが鳥だったらいろんなキャンプ場に飛んでいけるね。おお、山道に沿って進まんでええのは魅力的やな。よし、これからは空路を攻めるか。どうやってだよ。これはなかなか。
ん？なでしこ、こっち向いて。はーい。おお。今日のなでしこ。なでしこは今日もなでしこだな。せやな。わかる。え、どういうこと？私もわかる。およよ。おやつの時間かな。それ時報だったんだ。お菓子いろいろ持ってきたんだ。おせんべいにチョコでしょ。それからどんだけ持ってきてんだ。風もないし絶好のキャンプ日和だな。私たちキャンプの神様に愛されてますな。かもね。そういえばさ、ん？このキャンプ場、後ろの山荘の方で犬が飼われてたんだよね。本当？うん。まだいるかな。後で見に行ってみよーっと。ちょっと眠くなってきたね。寝てもいいよ。じゃあ10分だけ。晩ご飯は食べとくから。おはようございます。空から見るとここもまた全然違う印象なんだろうな。一回でいいから見てみたいよね。そうだな。ここからだと富士山が近く感じるよね。実際近いしな。まさにふもと。そのまんまじゃねえか。こんにちは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 。何か飲もうかな。用意しようか。あったかいのでいい？あ、ありがとう。はいはい、奥さん、何になさいますかいね。そうだな。ここはコーヒーで。一息つく感じ好きだな。いいよね。やっぱココアだな。
ミルクティーもありか。甘いのはやっぱ癒されるな。ほっとするね。リンちゃん、私ちょっと写真撮りに行ってくるね。うん、ここ広いから迷子になるなよ。大丈夫。それじゃあ行ってきまーす。うん、眠気が。ちょっとだけ目閉じてようかな。リンちゃん。なでしこ。あ、犬。あ、リンちゃん寝てた？いや、それよりこの犬は。それが散歩してる時に近くのキャンパーさんたちのテントの前を通ったらこの子がいて。うん。撫でてもいいですかって聞いたらいいですよって言ってもらえて、モフモフしてたら懐かれちゃって。おお。それでよかったらちょっと遊んであげてくださいって話になって、それで私たちのテントまで来たと。ひひひ。それにしてもこのモフモフたまらん。よしよし、このかわいいワンコめ。うん、真っ白でふわふわだな。これも取っとくか。お、ワンコいた。サモエドだ。ふわふわやな。うお、もうふらせろ。この子とちょっと遊ぶことになったんだ。いいね。この顔がいい。ゆるい感じがたまらんわ。これはなかなか。お、これはなかなか。すげえ見てくる。かわいい。かわいいよねこの子。うん。お、あ、
おお。って、いつの間にか逆転してるし。写真撮るか。おお。犬となでしこ。既視感あるな。なでしこちゃんはなんかこういうの似合うよね。せやな。遠くからだとなでしこが白い毛玉に追いかけられてるように見える。遠くからだとなでしこが白い毛玉に追いかけられてるように見える。おかえり、おばあちゃん。若いもんにはかなわんの。その子、そろそろ飼い主さんに届けてあげた方がいいんじゃない？そうじゃの。お、その前に。ん？写真撮らせて。こんな感じで。またね。ああ。そろそろ行こっか。なでしこが行ってる間に焚き火焚いておくよ。うん、ありがとう。じゃあちょっと行ってくるね。ただいま。お疲れ。ココア飲む？分かった。あったまる。あ、ん？マシュマロ入れようと思って忘れてた。次の楽しみだね。富士山、ピンク色になってきた。綺麗じゃの。なんか落ち着くね。そういえば、最近キャンプ動画撮る人多いよね。うん、楽しそうだよね。私も撮ってみたいな。例えば？シェフ鏡原のキャンプご飯特集とか。ちょっと気になる。これはカレーの匂い。え？するか。しかもこれはキーマカレー。犬かよ。キャンプ道具たくさん揃えたいな。うん。他のテント見てるといろいろ気になっちゃって。わからなくもない。アウトドア
奥が深いな。プシッ。なんだか冷えてきたね。大丈夫？うん、ハルカイロたくさん持ってきた。私ももう少し貼ろうかな、首のとこ。あれ、目じゃなくていいの？あれは嘘やで。写真。これはなかなか。どうしたの？もう一枚。ふふ、かっこよく撮ってね。お。おお、後で送って。おお、これはなかなか。おお、そろそろ晩ご飯の準備する？そうだね。よーし、今日はあったかお鍋だよ。今日のメニューは3種のロールキャベツ鍋。まずキャベツを1枚ずつ剥がし、鍋で軽く茹で、芯の硬い部分を少し切り取ります。ロールキャベツは生ハンバーグを一口大に分けて丸めて巻いたもの。サラダチキンを一口大に分け、切れ目を入れてチーズと胡椒を挟み、キャベツで巻いたもの。厚切りベーコンを薄く切って、キャベツと丸めたものの3種類を用意します。この時ロールキャベツはパスタを刺して止めておきます。市販のポトフスープで一口大に切った野菜とロールキャベツを煮ていきます。具材が柔らかくなってきたら、アスパラ、ミニトマト、パセリを入れ、さらに煮ていきます。器に盛ってパセリを振りかけたら出来上がりです。これは完成！いろんな味が楽しめる3種のロールキャベツ鍋。さっき道の駅で買ったベーコン、こうやって使うんだ。そのまま焼いても美味しそうな素敵なベーコンだったよ。それじゃあ早速いただきます。リンちゃんや、このお鍋、実はまだお楽しみがあるんじゃよ。なんじゃとおばあちゃん。それはな、これをこうして、
は。じゃーん、トマト缶を使ったトマトロールキャベツ鍋です。ロールキャベツが少なくなってきたからオートミールも入れてお粥っぽくしてみたよ。割とお腹いっぱいだと思ってたけど、このトマトの香りのせいかまた食欲が。さあ、ちゃんとお食べ。やるな、なでしこ。それじゃあ、いただきます。やっぱり焚き火はいいね。なでしこも焚き火作るの上手くなったな。焚き火台でちょっと勝手が違ったけどね。うん、確かにちょっと組が甘いところがある。鬼教官だ。真っ白。ぐっと冷えてきたな。でも私、寒いのはそんなに嫌いじゃないかも。鍋も美味しいしね、寒いと。明日晴れるかな。そういえばこの時間ラジオで天気の話してた気がする。明日の天気は晴れ。それでも朝晩は大変冷え込むので、あったかくしてお休みください。晴れだった。お相手は小泉でした。よかった。それでは本日のラストナンバーお聞きください。この歌好き。楽しい日はさ、寝て今日が終わっちゃうのが寂しくて寝たくないなって思うんだよね。一日がもっと長かったらいいのにね。夜の富士山ってなんだかひっそりとしてるよな。うん、ぼーっと見ちゃうね。お、どうしたの？流れ星だったような。え、どこ、どこ？気のせいだったかも。これも取っとくか。これはなかなか。満天の星空だ。綺麗やね。
私も今から行きて。あきちゃん、きちゃん。さすがに無理だろ。火が強すぎたか。風も出てきたし、ちょっと注意しておこう。食後に一杯何か入れようかな。なでしこ、なんか飲む？飲む。りんちゃんと同じのもらうよ。わかった。どれにしようかな。ここはコーヒーで。時はなでしこはさくらさんの車で寝てたんだっけ。そうそう、懐かしいね。今日も送ってもらっちゃったし、迷惑かけてないかな。そんなことないと思うよ。お姉ちゃん運転好きだし。そっか。りんちゃんはキャンプのことおじいさんに教えてもらったんだよね。うん、キャンプもそうだし、バイクのこととかも。そっか、会ってみたいな。たまにこっちの方にも来るから、もしかしたらどこかのキャンプ場とかで会えるかもね。そうなんだ。そうなったらいいな。明日の日の出、私も見るよ。本当？楽しみだな。そうとなったら早く寝なきゃだね。その前に焚き火の後始末とかしたからな。おお、焚き火の片付け私がやるよ。最近上手くなったんだ。あ、ありがとう。りんちゃん、明日楽しみだね。そうだね。おやすみなさい、りんちゃん。おやすみ、なでしこ。眠いね、りんちゃん。と言っても、もう7時だけどね。そういえば、前見た時はもうちょっと時間早かったっけ。季節が違うからな。うん、なんだか空気も少し違う気がする。同じとこでも時期が違うと変化があっていいよね。そうだね。あ、りんちゃん。お、こんなとこ行きたいね。だな。昨日のベストショット。おお、
んこもよく取れてるね。全部森って感じでええな。大自然と360度カメラっていいよな。また貸してくれた先生の妹さんに感謝だよ。朝日はどうやったん？バッチリだったよ。リンも見たの？見たよ。そっか、よかったよかった。よし、次のグルキャンは朝日を見るぞ。せやな、私も見たくなってきたわ。どこがいいんだろうね。私探そうか。本当か？リンちゃんなら絶対いいとこ見つけてくれるよ。それは間違いあらへんな。リンが自分から言い出すくらいだからね。ちくわも行けるところでな。そうだね、今から楽しみだな。ゆるキャンバーチャルキャンプふもとキャンプ場編